第3代準男爵サー・ワトキン・ウィリアムズ・ウィンは、ウェールズの地主、トーリー党とジャコバイトに属する政治家。首相ロバート・ウォルポールの政敵であり、1742年のウォルポール失脚にも関与した。1745年ジャコバイト蜂起の直前に、亡命スチュアート家と交渉したが、彼自身は蜂起に参加しなかった。1749年、狩猟の事故で死去。第2代準男爵、ウィリアム・ウィリアムズとジェーン・セルウォールの長男として生まれた。祖父は父と同名の初代準男爵、ウィリアム・ウィリアムズで、ジェームズ2世の治世にイングランド及びウェールズ法務次官を務め、1688年に7人の主教を起訴したものだった。ウィンステイ、1793年頃。ウィリアムズ・ウィンは一人目の妻アン・ボーンを通して、モンゴメリーシャーとデンビーシャーで大領地を獲得、やがて北ウェールズで飛び抜けた大地主になった。1719年、名前にウィンを付け加えることを条件にウィンステイの領地を継承。続いて1740年の父の死去により彼の準男爵くらいと領地を継承した。1748年3月にアンが死去すると名付け子のフランシス・シェー・カリーと再婚した。1749年に後継ぎのワトキン・ウィリアムズ・ウィンが生まれたが、その数ヶ月後の1749年9月に狩猟の事故で死亡した。サー・ジョン・ハインド・コットン。同じくトーリー党員であり、1742年のウォルポール追討にも関与した。ジーサスカレッジを卒業した後、1716年にデンビーシャー選挙区で当選して庶民院議員になった。彼の演説が記録上に初めて現れたのは1727年のことだったが、彼はトーリー党のジャコバイト派の活動的な一員だった。ウェールズのジャコバイト組織であるサイクル・オブ・ザ・ホワイト・ローズの指導者として、1722年、イギリス総選挙の間には、大胆にも国王の肖像画を燃やし、アタベリー陰謀事件の後に、国王ジョージ一世への支持声明が持ち上がった時にも、それに反対した。また、1728年に、オスウェストリー市長を、1732年に、チェスター市長を務めた。財産と家族のコネにより、ウィリアムズ・ウィンは圧倒的な政治力を持つようになり、1722年、イギリス総選挙において、トーリー党は北ウェールズの11議席のうち9議席を獲得した。とはいうものの、激しく争われた1722年の選挙は、ロバート・ウォルポールとホイッグ党の支配を確認するに、とどまり、トーリー党は政府から排除されたままだった。その結果、より急進的なトーリー党員はジャコバイト支持を示し続けた。1733年のチェスター市長選挙では、ウィリアムズ・ウィンが炭鉱夫を借り出して、ホイッグ党の支持者を脅かしたが、ジャコバイトと公然と表明することは少なく、トーリー党がウェールズにおける国境回帰費に反対したことに起因する。イングランドとウェールズのジャコバイト支持の複雑さは1736年に、ウィリアムズ・ウィンらトーリー党のジャコバイト派が審査法廃止に反対票を投じたことで示された。審査法を廃止することでイングランド国教会に属さない者、とりわけ国教会忌避者や亡命、スチュアート家などのカトリックへの法的制限が取り払われるはずだった。反対票が投じられた理由は主に反カトリックだったが、ウェールズではメソジストの復興への反対も理由の一つだった。この敵意は1639年から1651年までの三王国戦争の起因となった宗教対立の記憶によるものだった。トーリー党の指導者、サー・ウィリアム・ウィンダムが1740年に死去すると、ウィリアムズ・ウィンはイングランドで最も熱狂的なジャコバイトとされるサー・ジョン・ハインド・コットンと共に反ウォルポール運動を率いた。ウィリアムズ・ウィンと違い、コットンは雄弁家であり、議会で反ウォルポール運動を起こした。1741年イギリス総選挙において、ウォルポールはデンビーシャー選挙協力のウィリアムズ・ウィンの議席を標的にし、結果はウィリアムズ・ウィンの1352票対対立候補の933票だったが、1352票のうち594票が無効とされたため、対立候補が勝利した。ウィリアムズ・ウィンは代わりに、モンゴメリーシャー選挙区の議席で、党員、1742年に、ウォルポールが辞任した後は上告して、デンビーシャーの議席を取り戻した。しかし、ウォルポールの失脚で得したのは主にいわゆる愛国ホイッグ党とゴア男爵率いるトーリー党の一派だった。これにより、ウィリアムズ・ウィンや第4代ボーフォート公爵などのジャコバイトが、スチュアート家の代表との交渉を再開した。1744年初、コットンはヘンリー・ペラムのブロードボトム内閣に入閣、ウィリアムズ・ウィンは初めて政府を支持するよう投票した。イギリスとフランスは当時オーストリア継承戦争で戦っていたが、彼は1744年10月に秘密裏にベルサイユ宮殿に向かい、フランス王ルイ15世からジャコバイト蜂起への支援の確約を得た。1721年から1742年までの首相で、ホイッグ党出身のロバート・ウォルポール。多くのジャコバイトと同じく、ウィリアムズ・ウィンの支持は、フランス軍による大規模なイングランド上陸を条件とするものだった。1745年ジャコバイト蜂起でチャールズ・エドワード・スチュアートがイングランドに侵攻した時、ウィリアムズ・ウィンは議会に登院するためにロンドンに泊まり、フランス軍が到着した時の指示を確約するのみに泊まった。蜂起が終結した後、チャールズ王子の元秘書であるジョン・バレイ・オブ・ブロットンの証言により、ラバト卿が処刑され、ウィリアムズ・ウィンやコットンなど一部トーリー党員の関与も、ブロットンの証言でほのめかされたが、政府は、さらなる訴追を諦めた。ゴア男爵。1742年、ハノーバー朝で、初めて入閣した、トーリー党員になった。トーリー党は、ゴア男爵の派閥とウィリアムズ・ウィン率いるジャコバイト派とで、分裂した。そして、ウィリアムズ・ウィンらジャコバイト派は支持の喚起と差別化を図るために1747年にリッチフィールドのジャコバイトデモに参加した。いずれにしても1747年イギリス総選挙の結果はジャコバイト派がほとんど影響力を失った残党にまで減退した。1745年の蜂起に参加しなかったにもかかわらずウィリアムズ・ウィンは1747年12月にチャールズ王子に手紙を書き、王子の支持者が欲しいのはただ、陛下の尊厳と利益、そして自由への支持を言葉ではなく、行動で示す喜ばしい機会だけと述べた。1748年12月には再び、チャールズ王子へ支持のメッセージを送った。ウィリアムズ・ウィンの行動は、得意なことではなく、コットンも1745年8月当時、閣僚だったにもかかわらず、ルイ15世に、イギリス侵攻を促した。リッチフィールドでのデモは、ジャコバイト支持の大規模な展示としては、最後のものになったが、ウィリアムズ・ウィンの息子である第4代準男爵は1770年に、個人意見を発表するための場として、ホワイトローズサイクルを再設立した。ヤンミヒール・レース・ブラックによる、サー・ワトキン・ウィリアムズ・ウィンの記念碑。ウィリアムズ・ウィンは、リワボンの、セントメアリーズ教会に埋葬された。未亡人のデーム・フランシスは彫刻家、ヤンミヒール・レース・ブラックに記念碑を注文した。記念碑は1755年に完成したが、教会の内陣に置くには大きすぎたため、教会の南東に記念碑を置くためのチャペルが建てられた。ウィリアムズ・ウィンが死去した時点でその財産は、ウェールズのゴーカウンティとイングランドのシュロップシャーにまたがっており、年間2万ポンドの貸借料収入を得られていた。この収入は当時としては大金であったが、政治活動により12万ポンド以上の借金を残したとも噂された。彼は、ウィンステーにある1616年にウィリアム・エイトンによって建てられた邸宅を建て替えた。その後、邸宅は1858年に火事で破壊されたが再建され、現在はアパートとして使われている。リワボンでは、サー・ワトキン・ウィリアムズ・ウィンの仮小屋と称する建物が現存しているが、1843年に再建されたものだった。マトキン・ウィリアムズ・ウィンという名前は、息子と孫などにも受け継がれ、ウェールズのフォークソングの名前にもなっている。怠惰で浪費家とされたにもかかわらず、ウィリアムズ・ウィンは、重さ200オンス以上で、容量10ガロンの銀メッキされたパンチボールを、はじめ無数の品々をジーサス・カレッジに寄贈している。このパンチボールは、ナポレオン・ボナパルトの敗北を祝う、晩餐会で使われたことで有名であり、晩餐会には、ロシア皇帝アレクサンドル1世、プロイセン王、フリードリヒ・ヴィルヘルム3世、ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘル元帥、クレメンス・フォン・メッテルニヒ、イギリス摂政王太子ジョージ、ヨーク・オールバニ公、フレデリック、ウェリントン公爵が出席した。トマス・ハドソンによる肖像画。着ている青いウエストコートは、トーリー党ジャコバイトの証である。1997年、ウィリアムズ・ウィンの出身校、ジーサス・カレッジがトマス・ハドソンによるウィリアムズ・ウィンの肖像画を購入した。肖像画は公開展示されておらず、同校のシニアコモンルームにかけられてある。この肖像画において、ウィリアムズ・ウィンはトーリー党ジャコバイトの証である青いウエストコートを着ている。ありがとうございます。